17日間熱戦が繰り広げられた東京オリンピックなんですが、今密かにオリンピック競技ではないあるスポーツが注目されています。あちら何でしょう。テニスでしょうか。速いテンポのラリーがずっと続いてますね。これは一体ブラジル発祥のフレスコボールという競技です。フレスコボール、はい、フレスコボールとは専用のラケットを使い7メートル離れたペアと打ち合いラリー数や球の速度を点数化し競います。相手の打ちやすい返球が求められるため思いやりのスポーツとも呼ばれています。兵庫県を拠点に活動するフレスコボール明石の松井義弘さん。妻がもともと関東の方でやってまして、はい、で、まあ、結婚することになって関西に帰ってきたんですけど、はい、まあ、その時に、まあ競技をしてるから関西でゼロだったの で、でそれでまあ一緒に2人でやりだしたのがきっかけですね。妻と二人三脚で始めたフレスコボールですが認知は広まりませんでした。しかし去年コロナ禍ということもありまして、このフレスコボール自体が7メートル距離を離れてするスポーツっていうので、まあ、密にならないスポーツとして、まあ、ちょっと注目していただいて、それでちょっと競技人口が増えましたね。密にならない、そして思いやる心が時代にマッチ。8年前協会発足後は全国でわずか10人程度だった競技人口は今では4000人以上に。でも難しいんじゃないですか。まあ、子供さんからね、まあ、75歳とか高齢者の方とかまでやっぱしてるので、実際、まあ、誰でもやっていけるスポーツかなとは思います。ということで学生時代ボート部で汗を流した佐藤アナがフレスコボール初体験。いいですね、結構意外と飛ぶんで。飛ぶ、はい、え、かなり弾みますね。弾みます、弾みます。初めはもうボールを当てる、ボールしっかり見て当てるっていうことだけ意識すればいいかなと、はい、はい、そうですね。カメラさん狙ってるわけじゃないんですよ。飛んでいくんです。最初は慣れないラケットとボールに悪戦苦闘する佐藤アナですが、20分後今ちょっとリズム乗ってきたところなんで。ああ、ごめんなさい。20回ラリーが続きました。正直僕がやりだした時は3回ぐらいしか多分続かなかったんで、上手いなってやっぱ思います。そんなフレスコボール、ある場所でも人気なんです。それがこの状態だとキャッチできる。前に重心をしっかりね。奈良県橿原市にあるリハビリデイサービス神風船。松井さんはここのスタッフでもあり、社長にお願いして今年からフレスコボールをリハビリに取り入れたのです。ではどういうところがリハビリに向いているのでしょうか。一歩こう踏み出すことによって足の筋力強化とか、まあ、瞬発力ですね、バランスが崩れた時に足が一歩出るような動き。またひねりの動きもあるので上半身と下半身のバランスが取れ転びにくくなるということです。さらに肩甲骨周り、肩周りをしっかり動かすんで、まあ、肩こり予防とかしっかり大きな肩全体を動かすことで、まあ、そういう五十肩とか肩の痛みとかにも効くかなと思う。何かを持った方が肩周りが意識されしっかり動かせるということです。ラケットがない方はしゃもじでも対応 OK。 松井さんによると触れたことのないスポーツをすることで脳に刺激が行き
認知機能の予防も期待できるとのことです。こけかけた時うつかれるっていうんですか、足こう右だあの出す前出すっていうのがね、その力がつきました。体も鍛えられて自分に合うそのリハビリの一環としてねできるからいいんじゃないかなと思います。体が軽くなりますね。足が動かなくても一日やったままでできますよ。ホテルの皆さんの楽しみ笑顔が多く見られてるかな。リハビリの中でスポーツの持つ楽しさであったりとか興味を持っていただいて生活の中でハリになっていただけたらな。